魚の日って100週間後に巨大化するペットたち、こんにちは、ゼロマルです。土曜日はシルバーアロワナの武蔵。この前世界亀の日が5月23日であることを紹介しました。語呂合わせは一つもなかったのですが、実は魚の日というものが日本にはあるみたいなんですが、ここでクイズ。日本の魚の日はいつでしょう。1、3月7日、2、毎月3日から7日、3、毎年3月と7月。それではシンキングタイムスタート。答えは測定の後ということで、第88周目の測定いきましょう。まず武蔵から、先週の 51.7cm の線から一つも伸びておらず、ステイプラマイゼロ。さて、古文の計測、銀も先週の 50.6cm から同じように測りましたが、ステイプラスマイナス 0cm でした。先週武蔵が久しぶりに伸びていましたが、さすがに2週連続とはいきませんでしたね。また伸びる日まで頑張るよ俺。それではクイズの答え、正解は2の毎月3日から7日でした。当たったかな。まあ魚から来てるのはわかると思うんだけど、水産庁が最近決めたようで、最近減ってる魚の消費量を増やすための試みらしく、あえて魚の日を決めることによって魚を食べたくなるような取り組みを増やしていきたいと頑張ってるんだってさ。あー、なんか魚食いたくなってきたな。次は火曜日、ケズメリクガメのタワシを測定していきます。お楽しみに、バイバイ。ちなみに11月3日から7日はいい魚の日なんだって。日本は語呂合わせに頼りがち。